石田純優、石田純優、石田信弘、1975年8月18日台は、日本の元プロボクサー。第28代日本スーパーウェルター級王者。第22代アップブフ東洋太平洋、スーパーウェルター級王者。元 WBA 世界、スーパーウェルター級暫定王者。熊本県玉名郡長洲町出身。 2010年より芸能に関してはアクアプロモーションに所属しファッションモデルを務めたこともある。京国高校近畿大学卒業。入場局はザブルーハーツのトレーントレーン。現在は大阪府ネア川市に大阪ネア川石田ボクシングクラブを設立し会長職を務め更新の指導に当たっている。熊本県玉名郡長津町で生まれたが、 生後間もなく、大阪府寝屋川市に引っ越し、寝屋川市立北小学校に通学していた6歳の時から大阪定研ジムに通いボクシングを始める。京国高校3年の1993年、高校選抜ライト級で優勝。近畿大学時代はボクシング部で首相を務め、1997年に波和や国体ライト級青年の部議位になるなどの活躍をしたが、 当初はプロにならず、児童福祉施設職員となって、社会福祉主事の資格も取得した。翌1998年には施設利用者から、勧められ、ブランクがありながらも社会人選手権、ライトミドル級に出場し、優勝を収め、1999年、全日本選手権、ライトミドル級3位となり、プロへ転校した。2000年5月20日、 アマチュアエリートとして6回戦でプロデビューし、長身を生かしたアウトボクシングで判定勝利を収めた。2001年3月1日、アップブフ東洋太平洋、スーパーウェルター級王者集国列を11、アールフ賞判定で下し、デビューから6戦全勝で同王座を獲得した。2001年5月13日、アップブフ東洋太平洋、 スーパーウェルター級暫定王者地区地森寺との統一戦に判定で初黒星を喫すると同時に王座陥落した。2001年9月24日、横浜アリーナで行われた徳山昌主の世界戦の前座で日本スーパーウェルター級王者河井武也と対戦したが判定負けで獲得ならず、その後一勝一分となった。2002年6月20日、 アクブフ東洋太平洋、スーパーウェルター級王者のネーダーハムダンと対戦するも、判定で敗れ獲得ならず。2002年10月10日、河合が、眼筋麻痺の手術のために設けられた、日本スーパーウェルター級暫定王座決定戦を、クレイジー、キムと争うも、判定負けで退官ならず。その後、板垣俊彦や、大東朝日に勝利を収めた。 2004年6月14日、日本スーパーウェルター級王者クレイジー、キムと再戦。前半はアウトボクシングでペースをつかんだが、6回にキムの右フックを受けてダウンを喫すると主導権を奪われ、94から96、95から96、94から95の僅差判定負けを喫して王座獲得はならなかった。2005年11月19日、 ミスター x として出場した B、タイト、スーパーウェルター級で、長瀬テ手オラを下し優勝を果たした。2006年12月2日、キムの王座返上により行われた、日本スーパーウェルター級王座決定戦で、松本晋介を破り同王座を獲得した。二度防衛後の2008年7月18日、WBA 世界スーパーウェルター級王座挑戦に、備え、 日本王座を返上した。2008年9月22日、大阪府立体育会館で、WBA 世界スーパーウェルター級挑戦者決定戦を、WBA 世界スーパーウェルター級9位として、WBA 世界スーパーウェルター級8位のマルコ・アヴェンダーよ、ベズエラと行い、2から1の 12R 判定勝利を収めて、挑戦権を獲得した。 2009年8月30日、世界初挑戦。大阪府立体育会館で行われた、WBA 世界、スーパーウェルター級暫定王座決定戦に出場。アベンダーニョと再戦し、3から0、119から109,118から110、117から111の判定勝ちで王座獲得。34歳での世界王座獲得は、 日本歴代2位の年長記録となった。2009年12月29日、大阪府立単位区会館で WBA 世界スーパーウェルター級15位のオネーバルです。コロンビアと対戦し、3から0、119から108、118から109、117から 110? の判定勝利で初防衛に成功した。なお、この試合は世界戦として、 極めて異例ながら、ノンタイトル戦、高校の後輩でもある、井岡一家の世界前哨戦の前座として行われた。2010年9月10日、WBA 世界スーパーウェルター級暫定王者に据え置かれていた石田は、同年10月2日に、WBA 世界スーパーウェルター級9位のリゴベルト、アルバレス、メキシコと暫定王座に止め防衛戦を予定していたが、 WBA は防衛戦と認めず指名挑戦者で、ある WBA 世界スーパーウェルター級3位のオースティントラウト、アメリカとの間で王座決定戦を行うことと、この一戦の勝者はホルヘリナレスの兄で WBA 世界スーパーウェルター級6位のネルソン・リナレス、ベネズエラと90日以内に対戦するよう指示した。 しかし、同月24日に、トラウト陣営が医師合待つことに同意したため医師団、トラウト戦は中止となり、同年10月9日にアルバレスと WBA 世界、スーパーウェルター級王座決定戦を行うこととなった。2010年10月9日、メキシコナヤリット州、テピクのメソンでロスデポルテスにて、WBA 世界、スーパーウェルター級級位のリゴベルト、アルバレス、 メキシコと WBA 世界スーパーウェルタ級王座決定戦を行い、1から2、114から113、113から114、112から115の判定負けを喫し正規王座獲得に失敗し、暫定王座から陥落、石田が約1年1ヶ月保持していた WBA 世界スーパーウェルター級暫定王座も消滅した。なお、この試合は、 海外では、正規王座決定戦ではなく、石田の暫定王座の二度目の防衛戦として、紹介され、アルバレスは、暫定王者に記録されている。2011年、サウル・アルバレスを擁するプロモート会社、カネロ・プロモーションズと3試合契約した。2011年4月9日、アメリカ・ネバダ州、ラスベガスの MGM グランドガーデン・アリーナにて、 マルコス・マイダナ VS エリック・モラレスの前座で、WBO 世界ミドル級4位で27戦、全勝、24KO のエームス、カーグランド、アメリカと対戦。試合前のオッズでは17対1という圧倒的不利の下馬評だったが、初回にサンドダウンを奪い、大番狂わせの1分52秒 TKO 勝利で、再起を飾り、一躍脚光を浴びた。また、米国で、 地上波中継が途絶えていたこの時期、最も権威あるボクシング中継局とされてきた HBO がペーパービュースへ中継する工業での勝利は日本人史上初。番組振興役のジムランプリーは1990年にジェームス・ダグラスがマイク・タイソンを下した試合を超える番狂わせだと言い,い、この試合はリングマガジンとスポーツ・イラストレーテッドのアップセット・オブ・ザ・イヤーを受賞した。 2011年10月4日、金沢ジムからグリーンツダジムへ移籍。2011年11月26日、メキシコメキシコシティで、エディソン・エスピノサ、メキシコと対戦し、初回2分58秒 TKO 勝利を収めた。2012年2月18日、アメリカテキサス州コーパス・クリスティにて、HBO に次ぐボクシング中継局である。 ショータイムが生中継する工業のメインイベントとして行われた WBC インターナショナルパウエルター級シルバー大座決定戦で元世界2階級制覇王者ポール・ウィリアムスアメリカと対戦するも0から3、3者とも108から120の判定負けを喫したその後史上最多大記録の世界6階級制覇王者の オスカー・デラ・ホーヤが社長を務めるゴールデン・ボーイ、プロモーションズと3試合契約をした。2012年5月1日に、ロシア・モスクワの、で、WBO 世界ミドル級タイトルマッチとして、WBO 世界ミドル級王者、ディミトリー・ピログ、ロシアとの対戦が決定。しかし、日本ボクシングコミッション、JBC がこの時点では IBF ・ WBO に、 加盟していなかったことから4月27日付で引退届を提出。JBC から離れて活動することとなった。翌日のブログでは、今まで私を育てて保護してくれた JBC には深く感謝いたしますと、している。試合は王者に対して決定的なダメージを与えることができぬままでから3、111から117、109から119。 108から120の判定負けを喫した。2012年6月には長年に痛みを抱えてきた、左肘を手術して自選に備えたが、この後も対戦オファーが来ては、契約に至らずに消滅することの繰り返しで、石田はゴールデンボーイプロモーションズと最低ファイトマネー5万ドルという契約を一旦破棄し、国外のマネージャーを通じて、 ボブアラムのトップランク社やクリーチコ兄弟の K2 プロモーションズと幅を持たせて交渉を進めた。ロサンゼルスを拠点にピーター・クイリンラとのスパーリングなどの練習を重ね試合の決定を待ったが2012年11月の次男誕生を機に一時日本に戻った。この間ゴールデンボーイ経由でオファーのあったダニエル・ジェイコブスとの対戦は実現しなかったが K2 プロモーションズが 他社と共催する工業の中で WBA 世界ミドル級王者ゲンナジーゴロフキンに挑戦することが決定。2013年3月30日にモナコモンテカルロで対戦することになった。2013年2月7日、ゴロフキン戦を正式発表。グリーンズダジムのマネージャー、本国マサヤが海外を拠点とするフリーの選手の個人マネージャーとして会見に同席した。 これまで筋を通して必要な手続きを取ってきたため、この時点では石田は JBC のライセンスを認められていなかったが、石田には最後は日本で試合がしたいとの強い希望があった。本国は JBC が WBO IBF を認可する方向に向かっていたことを受け、石田の JBC ライセンス再交付を申請することを決めた。認可されれば、 もともとは4月14日開催の同時無工業に出場させることを文字していたが、この過程でモナコでの世界戦のオファーがあったため、改めて3月30日までにライセンスが再交付されることを希望して申請に向けた競技中であることを説明した。石田にはこれまで慌ただしく決まった国外での試合と比べれば十分な。 準備期間が与えられており、ライセンス最高不申請に必要な全ての書類をあらかじめ用意して本国に託すと、この会見翌日には練習拠点のロサンゼルスに戻った。この会見までにプロ転向の意思を表明していた村田良太について記者の質問が及ぶと、アマチュア経験のある石田は村田の金メダル獲得がどだけすごいことが分かっているとした上で、 世界ミドル級王座をダッシュして外戦し、村田のプロ転向が決まるようであれば、デビュー戦でタイトルをかけずに対戦したいと本国と共に答えた。2月18日、JBC は WBO IBF に4月1日付で加盟し、両団体の世界戦を承認することを発表。専務理事の秋山博士は、ちゃんと手続きを踏んで辞めた人に対しては、申請があれば、 資格審査委員会で協議すると言命した。グリーンズダジムは3月1日に、石田のライセンス再交付を申請。3月15日付で認可され、同事務への復帰が決まった。2013年3月30日、WBA イボセカイミドル級王者ゲンナジー、ゴロフキンと対戦。1回から打ち合ったものの左ジャブを浴び、2回には、主制となり、3回に、 右フックを受けてダウンを喫するとレフェイが試合を止め3回2分20秒 TKO 負けを喫した。試合後は相手が強すぎた。距離の取り方がめちゃくちゃ上手かった。悔しいが KO 負けでさっぱりしていると話した。2013年8月4日、松下 IMP ホールにてインドネシアミドル級1位のエリー・パンガリブアンとノンタイトル10回戦を行い。 二回一分 KO 勝ちを収めた。この復帰戦は国外を拠点としてきた石田にとって約三年八ヶ月ぶりの日本での試合となった。開催の記者発表で改めて村田との対戦意思を表明。試合後のリングでは勝つ自信もあるし、ぜひ戦っていただきたいとアピールした。2013年12月16日付でヘビー級に転校した。まだ ヘビー級での実績がないため、JBC は、石田の日本ヘビー級、ランカー入りを保留にした。2014年1月11日、高楽園ホールにいて、大和藤中を相手に、ヘビー級査定公開スパーリングを行い、ミドル級で2度の世界王座挑戦を経験したもと、WBA 世界、スーパーウェルター級暫定王者の老快なボッシングを披露した。 石田は3分3ラウンドのスパーリング終了後に、まだ動きが悪く、スタミナにも問題があったと振り返ったが、一部の報道で、初回、石田がマトの強烈な左フックを浴びて、一瞬ヒヤリとしたなどとされたことに対しては、クリーンヒットしていないと主張。しかし、同月28日に開かれたランキング委員会で、石田の日本ヘビー級、かい入りが見送られたため、 同年4月30日に、後楽園ホールで、日本ヘビー級王者、藤本京太郎とヘビー級、ノンタイトル8回戦を行い、3R には、右ストレートで藤本をぐらつかせる場面もあったが、0から3、2社が75から77、76から77の、判定負けを喫した。この試合の内容が認められ、JBC は5月29日に、石田を、 日本ヘビー級2位にランクインした。2014年9月14日、ウボクルーザー級王者、ダビド・ラデフ、フランスと大阪のボディメーカーコロシアム第二競技場でヘビー級8回戦を行い、3から0、78から74、78から74、78から73の判定勝ちを収め復帰戦を勝利で飾った。試合後、改めて日本ヘビー級王者、 藤本京太郎との再戦を要請した。2014年12月27日、大阪市立住吉区民センターで、日本ヘビー級2位の竹原虎達と対戦し、竹原の4回終了時期権により、ノンタイトル8回戦を制した。2015年4月30日、後楽園ホールで、日本ヘビー級王者、藤本京太郎と1年ぶりに再戦し、 1>, 1から2、94から96、95から96、96から95の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2015年6月19日、大阪市東成区のグリーンツダボクシングクラブで現役引退を発表した、日本の暫定世界王者は男女通じ11人、別の階級や他のタイトル認定期間含め一度も正規世界王者になれず最高位。 暫定世界王者で自身のプロボクサーキャリアを得た者は石田のみ。2015年7月30日、JBC は最新ランキングを発表し、現役引退を表明している石田を日本ヘビー級1位にランクインした。2015年8月2日、大阪府立体育会館で引退興行を行い、クレイジー、キムとのスパーリングを披露し、6歳からボクシングを 初めて三十年以上になります。長い間応援ありがとうございました。と挨拶し、今日は泣くと思っていましたが、泣く以上に第二の人生が楽しみです。と語り、笑顔でリングを去った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。